調子はどうですか？親父ブレイカーズのケイクヘイです。親父 TV へようこそ。親父 TV では日本ヒップホップの歴史について有益な情報を提供しています。現在1996年を掘り下げていますけれども、前回に引き続きソウルスクリームの DJ セロリを迎えて、ソウルスクリーム活動再開の話、それから現在の活動についてなど話を聞いてみました。それでは行ってみましょう。去年1年ぐらい前か、またなんかソウルスクリームでなんかニュースあったよね。そうなんです。去年、まああれ何年ぶり、12年ぶりぐらいに、うん、まあちょっとやろうかみたいなことになりまして、で1曲出したんですよ。ラブピース&ハッピネスって曲を去年、まあちょうどコロナ禍入って、コロナ禍の中で僕たちが何かできることないかなっていうことで、まあそういった曲ができたんですけど、まあもう全然活動してなかったんで、ソウルスクリームとしても、で、じゃあちょっと久々やるかなんて、結構時間かかりましたけど、いろいろ、なんていうんですか、やっぱ10年ぐらい会ってなかったりもしたんで。ああ、本当に。まあ、ハブさんとはちょっとたまに会ったりしたかな。でも、一時はとかはもう全然会わなくなっちゃって、まあ、電話でのコミュニケーションはしてたんですけど、例えば、昔はね、もう週に1回は必ず会ってミーティングして、あの曲やばいよね、これやばいよねとか、まあミーティングっていうか、なんかこう、ね、お互いの感覚をこうすり合わせるというか、そういったもので見つかってましたし、じゃあ、曲何やろうか、次そろそろ曲やんない、作んないとね、なんて言って、そういうのをしょっちゅう、まあ、見に合ってやってたんですけど、まあ、会わなくなると、それぞれの、まあ、ね、生活もありますし、だからこう1言ったら10伝わるような関係ではなくなってくるじゃないですか。でそこをすり合わせるのに結構時間もかかりましたし、そう作りましたリモートでいろいろとこう作れるものを作ってっていう形でやってましたけど、そんな中作ったわけです。はい。え、アルバム？いや、まだシングル1曲で、でそろそろね、もう7月には出したいなということで今ちょうど動いてるんですけど。じゃあもう活動を現在進行形でやってるんですね。そうですね、一応まあそういう形で、まあ、そんなに今のね若い子のサイクルみたいにもうポン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 曲出せるようなところではないですけど、ただまあ僕なりのペースでいいものができればリリースしたいねということで、今ちょうどやってるところなんですけど、はい。なかなかただこう、じゃあ昔みたいに一つの目標に向かってみんなで走っていけるかって言ったら、なかなかそこが難しくなってくる。ああ、そうですね。あの頃はみんな若かったからさ。そうなんですよ、ね。20代とかだったらまだ全然バンバンやりますけどね。うん、そうですね。もう、40も後半になってくると、今はセロリ。僕今、45で今年6の年です。はい。で、グループのメンバーだったらもう、一番最年長が石島なんですけど、石島はもう50、今年50ですし、結構年違うんだね。違うんです、僕もそうです。だから橋戸町の頃とかから、まあファーストアルバムで、からセカンドアルバムに向かうところで、四季ってラッパーが、まあそうしてるのやめるんですけど、だからもうそしたら僕はずっと一番年下なんですよ。でずっと、まあまあ年、僕の上がハブさんが3つ上、2つ上が3つ上でハブさんがいて、で、5個上でイジ。あ、そうなの。はい。あれですよ、今年ビジョンでジブさんが企画してて、まあ多分それは多分おそらく3ピース世代なのかな、なんかその辺の世代で おじさんイベントやろうよみたいなことになってきて、9月の、9月かな、なんかにやろうよ、ね、昔それこそ鬼だまりとか、そういう三品こういろいろ暗夜行とかいろいろなんかそういうイベントがあったんですけど、その辺のメンツ集めてやろうよみたいなことになって、毎週今火曜日、テレ朝系列で、フリースタイルティーチャーっていう番組がありまして、まあ、フリースタイルダンジョンの後に始まった番組なんですけど、それでもバトルの DJ やらせて
ただいたりとか、レギュラーで毎週、はい、毎週というかそのバトルの回があるんです。あ、その時は僕が DJ してます。うん、でプラスアベマミックスって言ってアベマの、はい、あのテレビ の、うん、インターネットテレビのアベマで毎週僕まあこれなんだ週によって違うんですけど、毎週火曜か水曜、まあ、週に1回は、1時間15分ぐらいでしょうか、DJ やってます、そこで、はい、あのヒップホップチャンネルっていうのがあるので、そこで DJ やって、うん、はい、あとまあインターネットラジオの REP っていう WREP REP っていうのがありまして、そこで REP であれです、毎週金曜日夕方6時から2時間生放送で、ラジオやって、まあ、あとはね、それこそ最近だったら、ライムさんの歌丸のアフターシックスジャンクションという TBS の、はい、ラジオ番組で、まあ、DJ やったりとか、引退組で DJ やったりとか、なんかそういうものがあれば、お声があれかかれば、全然そういうのもやったり、で、あとまあビートを作って、現場で DJ してっていうのが主な、はい、成果。スタイルというかね、ルーティーになってます。はい、さあ、じゃあということで、はい、はい、今日はありがとうございました。ごめんです、ありがとうございます。はい、貴重な時間ありがとうございます。いい、お互い頑張っていきましょう。はい、です。ありがとうございました。どうだったでしょうか。まあ本当に彼は、体型も彼の謙虚さも、全く変わっていません。今後の彼の活躍に期待したいですね。ちなみに1996年当時のビフレッシュの映像があります。こんにちは、ソウルキッチン、オーガナイズしてます、元ビフレッシュの MC ベルです。ですね、92年、91年ぐらい、ここアルホールがオープンした当時からソウルキッチンは始まって、定期的に約2ヶ月に1遍ぐらいのペースで、やっています。一応コンセプトはね、僕らのコンセプトとかあんまりそういう言葉好きじゃないんですけど、まあ、とりあえず、なんだろうな、まあ、ラップと、ダンスと、DJ と、また来てるオーディエンスのファッションとか、まあ、そういうの含めて、まあ、日本人は日本人なりにね、なんか要するにヒップホップのカルチャーの中で、文化を要するにこうみんなでこう共有できればなという、形で始めました。この時代は、まあ、六本木にあったクラブサーカスが R ホールと名称を変えて、それからこの頃だったと思うんですが、渋谷にクラブができ始めて、少しずつ渋谷の方に徐々に移り始めた頃だったと思いますね。続きは次回に。これからも日本ヒップホップの歴史について有益な情報を提供していきます。それではバイバイ。